日本一になりたいよ。さあ、大事なのはここからのコーナリングです。尾形はしっかりとですね、トップをキープしながら、3番手からは山梨県の花野清選手、そして4番手からは富山県の石井智也選手、5番手からは山形県の本戦を打っていきましたね。さあ、カピー君選手は、後打ちで、打っていきましたが、つながっていなかったということで、そうですね、非常に今の連鎖日の8連鎖はもう